はい、どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさん、ポン菓子動画へようこそ。ポン菓子、あんまりお料理って言わないんですけどね、作ってみたいと思います。ポン菓子機の登場です。はい。ちょっとなんか年季入ってきましたね。まだまだ頑張ってもらいたいと思います。今日、ポン化させる食材はこちらです。米と麦、やりたいと思います。この前ちょっと変化球気味の食材だったんで、今回はめちゃくちゃスタンダードに米と麦。お米は当然、一番よく見るポン菓子ですよね。これ麦もよく見るポン菓子なんですよ。食べたことある人も多いと思うんですけど、麦チョコ、麦みたいな、ね、ああいうお菓子なんですけど、あれは麦をポン化させたものです。なので、あれをね、ちょっと作ってみたいと思います。ただ米をポン化させただけじゃ前もやったし面白くないじゃないですか。とりあえずポン菓子作るんですけど、今日はちゃんと味付けまでやってみたいと思います。なんで味付けしないのってよく言われるんで、ちゃんともちろん後で味付けしてるんですけど、動画の尺的になかなか味付けまでできないんですけどね、今日はしっかり味付けまでやろうと思います。砂糖で味付けするのが一般的だと思うんですが、なんかコメントで昔は砂糖じゃなくてこれ使ってたんだよっていう風に教えてもらったんで、それをね用意してきました。こいつで味付けしてたんですね。ご紹介します。こちらです。ドン、サッカリンナトリウムというものです。砂糖ではなくて、いわゆる甘味料、今でいうところなんかダイエット調味料みたいな。あんまり最近このサッカリンっていうのは使われてないらしいんですけどね。なんかパッケージもすごいレトロな感じで、私も初めて見ましたが、自分の家で調味料として使うのは初めてですね。容量がたったの 7g×3 袋しか入ってないんですよ。でこれでね500円ぐらいしましためっちゃ高いでしょ。超高級食材なのかなって思うんですけど、いやそうじゃないんですよね。これサッカリンっていうのは砂糖の300倍の甘さを持つそうです。700倍とかね、いろいろ書いてるとこあるんですけどね。とにかくとんでもなく甘い。なので、この容量でも、例えば300倍だとしたら、7g、21g、砂糖 600g 分に相当するんですね。なので、そういう値段っていうのも頷けはするんですけど、どんな感じなんでしょうね。そんだけ甘い。砂糖より300倍甘いっていうのを直接舐めたらどうなるんでしょうね。ちょっと気になるな。ポン菓子よりもサッカリンが気になるわ。中身、この、白い粉ですね。これ、地面にポンと落ちたらちょっと怪しいね。ちょっと細かい砂糖かなぐらいの感じなんですけど。はい、ちょっと手に取ってみました。こんだけ砂糖を舐めたら結構甘いですよね。直でいってみましょうか。直で舐めても大丈夫なのかな。ダメだったら吐き出そう。じゃあこれちょっとサッカリン直でいってみます。いただきます。うわおおああだ苦っああ、苦い。おわ、甘苦い。ああ、なるほどね。いや、サッカリンは確かに、甘いんですけど、結構苦味もあるから、料理によってはちょっと注意が必要みたいなことが書いてあったんですけど、とりあえず口に含んだ瞬間に猛烈な甘み。もう口に砂糖の塊を放り込まれたみたいな。口中砂糖だらけで、ぐっちゃぐちゃになってるぐらいの甘みを感じた後に、数秒経ってから、結構な苦味が来ました。今はね、もう甘みより苦味が残ってます。なるほどね。目安の塩量みたいなのが出てるんですけど、塩量最大限度って書いてるんで、なんか怖いですね。直で飲んだらやっぱダメだったんじゃないの？これ限度ってどういうことなんかな。氷菓子、アイスみたいなんですよね。でこういうのに使うときは1キロに対して 0.3g 使ったら十分って書いてあるんで、とんでもねえ甘さだこれ。 1g 使っちゃダメなんだ、1キロに対して。ちょっと訳がわからないですね。問題はポン菓子作ってどれぐらいこのサッカリンをね使えばいいのかってことなんですよ。こんなもん当たり前ですけど、1袋いったら使いすぎっていうレベルじゃないんで、これだから1袋が 7g なんで、 1g なんか全然 0.1g とかそれぐらいで足りるはずなんで、めちゃくちゃむずいな。だから 0.1g 使うのはいいんですけど、どうやってそれをこう均一に伸ばすのかみたいな。いやーこれどうなんだろう。サッカリンこれ入れてこのポン菓子の機械にでやっちゃうか、あとでその0.1g をこうかけても均一に混ぜれる気がしないんですよ。水でシャバシャバにしたらポン菓子がベチャベチャになるし、入れるパターンでやってみるか。ちょっと怖いな。問題はそのサッカリンが圧に耐えれるかなんですよね。不透明なところが多いですが、やってみましょうか。じゃあ米は規定の量を入れます。このポットの約半分。そしてじゃあこちらサッカリンナトリウムと入れるか。どれぐらい、これぐらいよね。もうちょいかな。これぐらい、甘すぎるぐらい入ったわ。閉める。これちょっとシェイクしとこうか。ポン菓子機シェイクするの初めてだわ。クソデカ六角レンチで締め込む。
これで行ってみましょうか。問題は加圧したことによってどうにかならないかってところだけですね。やってみましょう。一発目なんでだいぶ時間かかると思います。もう散々ポン菓子やってきたんで何も語ることがないですね。このポン菓子機まだ壊れてないんですが、どうやらこの気圧計がいずれは壊れてしまうんじゃないかというふうにコメントいただいてます。私もそんな気がします。今のところ生きてますね。サッカリン黒焦げになったりしないですかね。サッカリン入れてからシェイクしたんですけど、よくよく考えたらもう後で嫌というほどシェイクしてるんでいらないですね。って言ってる間に8気圧10までいきます。あ、やばいやばいやばい、準備しとかないと。めちゃめちゃ大事なものを忘れてました。手袋、これ軍手しとかないと絶対やけどします。そんなん言うてる間余熱で高まってきた。もうね9気圧あ、もうこれ10いくな。はい、火止めました。ここね急いだ方がいい。じゃあ一気にいきます。よいしょ。はい、葉っぱ、どうなった。あ、焦げてはないね、大丈夫そう。あ、問題はサッカリンでしっかり味がついてるか。さあお皿に出してみましょう。いい感じにパラパラになってる。懸念した焦げたりベタついたりとかそういうことは一切ないですね。見たところいつものポン菓子、何の変哲もないポン菓子になりました。あ、でもやっぱりちょっと中にこれ残ってるわ。焦げたってほどじゃないけどちょっと残りましたね。これが果たして火加減の影響だったのかサッカリンの影響だったのかちょっと不明ですが、一応できてはいますね。完全に焦げてはいないんでちょっと香ばしい匂いしてますけど、できてはいます。さあ問題はお味ですね。ちゃんとサッカリンで甘みがついたのかどうか。さあ早速食べてみましょう。じゃあ実食です。いただきます。おっ、うまい。ほのかに甘い。もうちょっと入れてもよかった。うん、300倍の甘さって聞いてたんでちょっとビビりすぎた。若干焦げた影響かわかんないんですけど苦味を感じるんですよね。この苦味が果たして焦げ由来のものなのかサッカリン由来のものなのか。サッカリン直で言ったら結構苦かったんで、もっと入れたら甘みは増えるかもしれないけど苦いかもしれませんね。まあ砂糖で作ったポン菓子よりもヘルシーです。なぜならサッカリンは甘味料なんで0キロカロリー、どんだけ入れても太りません。まあそれに 0.2 グラムぐらいしか入れてないんで、米そのものなんで米はまあ太るけど、砂糖で作るポン菓子よりも相当ヘルシー。甘み自体はしっかりあるんですけど、ポン菓子って普通砂糖入れずに作って、この状態からまあ砂糖をねちょっと水入れてドロドロにしたのをかけてで絡めるんですよ。水飴みたいなのコーティングされてる状態っていうのが、まあ、いわゆるポン菓子って感じなんで、照りというか食感というか、まあ、そういうのがないんで違いますね。どっちがいいとかじゃなくて、なんかこっちの方はやっぱりすごい素朴な感じになりますね。昔はこの砂糖じゃなくてサッカリンっていうのを使ってたらしいんですよ。まあおそらくですけど安かったんでしょうね。私はこれ5、600円で買ったんで、まあまあの値段してる。まあはっきり言って砂糖より高いんですけど、昔は多分安かったんでしょう。そういうことでサッカリンが使われてたのかもしれません。あと、ポン菓子作る上で、このポン菓子機の中にサッカリンを入れるっていう方法を選択したんですが、それはね、間違ってなかったような気がする。そのポン菓子動画のコメントの中で、いや、砂糖はポン菓子機の中に直接放り込んでましたよっていうふうにおっしゃってる方が何人かいたんですよ。普通は放り込まないんですよ。もし砂糖をねポン菓子機の中放り込んでやったとしたら、多分ね中でドロドロのネバネバになって一発で多分使い物にならなくなると思うんですね。洗わないとね。でポン菓子機って基本洗わないでしょ。だから中に砂糖とか入れてないから何回でもできるんですよ。多分その砂糖を中に放り込んでるっていうのは私は間違いだなって思ってたんですけど、ひょっとしたらそれ言ってた人たちってサッカリンで作ってたのを見たのかもしれないですね。そのコメントに私も着想を得て、ひょっとしたらこれ直で入れた方がいいんじゃねと思ってやってみたんですけど、多分ねこれで正解だと思います。 0.2g をまぶしきることできないでしょ。どう考えても水で溶かすのも難しいし、そしたらこれべちゃべちゃなるしね。昔のポン菓子っていうのは砂糖使わずにサッカリンで、ポン菓子機の中にサッカリン放り込んでできたらもうそのまま食べれるっていうことだったんと思う。そしたらね砂糖より安いし、あと何より簡単。水飴作って絡めてやるのって結構大変なんですよ。その作業が乾かす作業とかもいるし、そういう意味で安いとかだけじゃなくてこっちの簡単だからっていうことかもしれない。私が子供の頃食べたポン菓子がサッカリン使ってたかどうかっていうのは定かではないんですけど、コメントと勘を頼りにこんな感じで作ってみたんですけど、そういうことだったんかなって言いながら全然違うかもしれませんけどね。はい、というわけで美味しくできました。まあただもうちょっと入れた方がいいかもしれない。気持ちだけ。もう何グラムなんかさっぱりわからんけどね。あまりに少なすぎて。
小さじ1杯なんてもう全然多すぎますよ。何つまみですね。それぐらいでもう爆発的に甘くなります。いや美味しい。あ、でもちょっとやっぱ口に苦味あるから入れすぎは良くないのかもしれないね。これぐらいの素朴な甘さでちょうどいいのかも。じゃあ一発目はサッカリンを使ってポン菓子でした。次第2弾いってみましょうか。麦です。麦使ってポン菓子やってみます。最近米がないって言われてて、だから我慢して麦食べたわけじゃないんですけどね。麦 100% でなんとなくご飯の代わりに食べてみたらどうかなと思ってやったらめちゃくちゃうまかったんで、皆さん米ない方麦食べたらいいと思いますよ。麦おすすめです。ヘルシーだしね。麦自体米よりカロリーが低いわけじゃないんですけど、麦の方が吸水率が高いんで、結果的に同じ量を食べたら、炊いた状態で同じ量を食べたら麦の方がヘルシーだそうです。まあそんな麦で一発ポン菓させてみましょうか。麦も米と同じ容量でいいのかな。どう入れるのが正解なんだろうか。こぼれるんよね。あ、めちゃくちゃこぼれた。失敗した。こんなもんかな。じゃあ半分ぐらい入れたんでこれでやってみましょう。あ、これ気をつけた方がいいですね。今閉めたんですけど、この引っ掛けるところが外れかかってる。これ危ないと思うんで、ちゃんと中心に来るようにしよう。ここね。はい、これで OK。 ポン菓子器結構温まってるんで2回目早いですよ。しかし麦はどんな感じになるんでしょうね。麦チョコ麦麦みたいになるんだろうか。こういう時はサラダ油をつけりゃいいんですけど、回しながらいけるかな。OK。 これ危ないか。よくよく考えたらガスで油に直接火かけたらちょっと危ないですね。いや今のなしですいません。まあ油直接いってもね燃えないんですけど、万が一があるんで今のはやめた方がいいですね。火使ってない時にしましょう。3気圧4気圧順調に気圧上がってますね。6気圧。今回押し麦使ってますけど、もち麦がいいのか押し麦がいいのかちょっと不明なんですよ。またはそのどちらでもない麦の方がポン菓子には適しているのかもしれないんですけど、実はもち麦もあるんですけどね。もう押し麦で全然うまくいかなかったらもち麦試してみます。8気圧9。これ火止めます。これもう余熱でいけるんで、ここさっさといかないといけないんでね。じゃあいきます。はい、いきます。葉っぱ、あーすっげーいい香り。麦の香ばしい香りだ。焦げた香りじゃない。うん、中残ってないですね。大丈夫。でも米よりは膨らんでないですね。ベタついたりとかそういうことはない様子。こんな感じに出来上がりました。膨らんではいるけど米ほど膨らんでないですね。左が麦で右がポン化した米、半分ぐらい。もともとの大きさは米の方がなんならちょっとちっちゃいかなぐらいなんですけど、出来上がりは米の方がでかくなる。まあ、この辺は多分でんぷんの含有量の違いとかそういうことだと思います。まあ、いずれにしろ出来上がってると思います。プレーンでいただいてみましょうか。押し麦のポン菓子いただきます。あ、うん、あー、うん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 、米より硬い。やっぱりあんまり膨らんでない分。まあ麦麦とか麦チョコがこういう食感だったかと言われれば違うな私が食べた麦チョコの麦はねもっとふわふわしてました。これはなんだろうな、品種が違う、またはもち麦ならワンチャンなのかな。もち麦あるしやっとくか。ちょっともち麦やってみますね。ごめんなさい、もち麦もち麦ってさっきからずっと言ってたんですけど丸麦でした。これって何なんでしょう。まあすごいね、ちっちゃい、一粒一粒が米よりもちっちゃい。これを使ってポン菓子いってみましょうか。もち麦一番どこでも売ってるんですけどね、もち麦おとなしく買っとけばよかったな。今宅急便が来たんですけど、配達のお兄さんから荷物をもぎ取ってもうすぐに閉めました悪いことしたな。何も悪いことしてないんですけどね。ものすごい形相でもぎ取って帰ってきました。言うてる間に6気圧。暑い、クーラーかけてるんですけど暑い。あ、こんなもんですね。丸麦でポン菓子どうなるんでしょうね。いきまーす。はい、葉っぱ、ほう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 、なるほど。やっぱそんな大きくなってない気がする。あ、あ、この穴からいっぱい出てきたしまった。こんな感じです。これさっきの押し麦がこれ、丸麦これ、ほぼ差がない一緒じゃね。これちょっと食感に違いがあるか確かめてみます。いただきます。うんうん、これ押し麦、うん、うん、丸麦、うん、押し麦、うん、食
感は一緒。だから私が想定してた麦チョコみたいな、あんなこうパフパフ感がなくて、食べられないほど硬いわけじゃないんですよ。ただまあ米のポン菓子に比べたらちょっと硬い。これはやっぱり品種の違いによるところだと思うんですけど、味は全然違いますね。見た目同じだけど、こっちの方が甘い。こっちの方がなんかビター、焦げてるからとかそんなんじゃないと思う。うん、香ばしさというか苦味というかそういうものを感じて、こっちはほのかに甘みがある。うん、甘い。なるほどね。丸麦と押し麦はもともとは同じようなもんなのかな。大麦って書いてるんですけどね、これ押し麦の方は。丸麦も大麦なんですよ。というわけで麦麦みたいになるかなと思ってやってみたんですけど、想定よりもちょっと膨らまなかったかなって感じです。あと気になるのはやっぱもち麦かなもち麦もやらないといけないかな、こうなってくると。まあじゃあせっかくなんでポン菓子器は片付けて、今日はちゃんと味付けしましょうか。2つ作ったんで2種類しましょうか。押し麦はそしたら砂糖、丸麦の方はチョコで味付けして、まあ、麦チョコみたいにしてみたいと思います。でまずこちらでチョコを湯煎します。お菓子作った時に余ったチョコレート、これじゃあ足りないんでちょっとチョコ追加しますね。どこのご家庭にでもある業務用アポロ162粒入り、これ使いましょうか。こんな感じで大量のアポロが入っております。ちょっとピンク色ついちゃうんで、いちご風味ついちゃうけど、まあ問題ないでしょ。これぐらいで足りるかな。あんまり入れてもねチョコまみれになっちゃうんで、じっくり湯煎していきます。でこちらでは砂糖を煮詰めていきます。こんなもんかな。水はもうちょっとでいいです。最終的にもうほとんど水は飛ばしきるぐらいで、ほんのちょっとでいいです。ちょっと少なかったかもしれん。足そう。照りが出てくるまで混ぜ続けます。こんなシャバシャバの状態でポン菓子に入れると、もう確実にポン菓子がベシャベシャになるんで、水分は飛ばしきるぐらいで。水分飛ばしきるとなんか様子が変わってくるんですよ。何とも言えないんですけど、ボコボコしてるんだけど、なんとなくこの独特の粘りが出てくるというか、あ、いい感じですね。これで大きめのボウルに移して、ここに砂糖水を、水飴を加えます。こっち移そう。あ、ここでやりゃよかったなおとなしくここでやりゃよかった。あ、これ熱しちゃダメでした熱しちゃダメです。ここから冷まします。混ぜながら冷まします。冷ますわけだからやっぱりボウルの方がいいか。でこれ冷ますのに本当はね扇風機とか当てた方がいいんですよ。こいつでちょっと風を送りましょう。誰か押さえてくれダメだわ、こうやって混ぜた方が早いわこうやって乾いてくるとちょっとずつね、このベタベタがなくなってサラサラになってくるんですよ、砂糖が固まって。でこうやって混ぜずに固まっちゃうと全部が一塊みたいになってしまうんで、砂糖が冷えるまでにしっかり混ぜる。ちょっとダマになってる方が良かったりしますけどね。こんな感じかな。はい、大体できたと思います。問題はこちらのチョコ、思った以上にアポロが溶けない。これひょっとして溶けない系チョコか。時間かかるのかな。おとなしくチンすればよかったかな。もうちょい溶けてほしい。あ、チョコあっち。これひょっとしてあの溶かすチョコじゃなかった可能性ありますねなんか想定してたドロドロさにならない。牛乳で伸ばす。ちょっと粘着性があまりに高すぎるわこれ。溶けきってると思うんですけど、完全にちょっとだけ牛乳入れよう。これで伸びてくれ。あ、ちょっと伸びたかも。あ、いい感じいい感じ、伸びた伸びた。問題はこれをどうやって均一に麦チョコにまとわりつかせるかなんですよね。まあこんなもんか。まあもう入れて混ぜるしかないわ。ちょっとこれ混ざるか。まあちょっとやってみるしかないか。混ざるんかねこれ。全然混ざる気がしない。違うな違う何かになってしまった。もっとねサラサラドロドロの状態にしてコーティングさせて固まらせる、冷やして。じゃないとあの感じ出ないね。全然違うもん。こういうことじゃないんだよな。まあチョコフレーバーはつくけど、この状態で冷やします。砂糖の味付けいい感じにできたんじゃないかな。そして冷え固めた麦チョコのなり損ないサッカリンで作ったポン菓子、いただきます。うん、冷えても美味しい。優しい甘みがあって、ただね、こう後味苦いんですよやっぱりサッカリンなんで。これぐらい優しい甘みにぐらいにしといた方がいいのかもしれない。ちゃんと甘くすると苦みがね際立ってくるような気がする。じゃあ次、この押し麦で砂糖を煮詰めて絡めて作ったポン菓子、これいただきます。うまい。やっぱ砂糖なんだよなまあでもすげえめんどくさいですからね、砂糖をしっかり煮詰めて絡めて冷ましてっていう工程
あるんで、そういう煩わしさから解放されるっていう意味でサッカリンはいいのかもしれない。やっぱこの甘みがナチュラルだわ。砂糖のありがたみを感じました。やっぱちょっと硬いんです。うまくポン化させるには違う品種なのか、それとも気圧が足りなかったっていう説もありますけど、もう10気圧12とかね、13とか怖いんでね、ちょっと考えもんですね。まあでも全然食べれます。美味しい美味しい。うん、味付けバッチリ。米の代わりに使っても全然いいと思いますよ。じゃあ次、最後ですね。麦チョコになるはずだったもの。うまくいきませんね。まあ、とりあえず、いただきます。あ、うん。チョコだわ。っていうかね、アポロの味がする。アポロ入れたから当たり前なんですけど。うまくチョコのコーティングできなかった要因としては、まあ、アポロを使ってしまった。そして、このチョコチップ使っちゃったんですよね。このチョコチップって基本的にケーキとかに入れて中でカチカチの状態で残るチョコレートなんですよ。だから溶かすチョコレートではない。だからこう溶かしたいものに使うようなチョコレートではなかったので、まあ、そこが敗因ですね。おとなしくその辺のミルクチョコでも買ってきたらもっと綺麗に溶けて、もうちょいそれっぽい感じになったのかなと思います。チョコパウダーをかけたみたいな感じになってしまってるんですね。まあ美味しいかと言われば、ね、美味しい。うん、チョコ味でも麦チョコのそれとは全然違うな。麦チョコではない何かになってしまったけど、ぶっちゃけこれが一番好きかも。チョコが好きなだけですね。うん、まあでもどれもそれぞれ個性があってなかなか面白い結果になりました。サッカリンで初めてなんか料理作りましたけど、最近はあんまり使われないらしいんですけどね。まあでも今でも売ってるんで、昔ながらの感じで作ってみたいなっていう方、このサッカリン試してみてもいいかもしれません。あと麦麦みたいにでかく膨らむ麦、やり方品種知ってる方いたらぜひコメントで教えてください。というわけで皆様、お楽しみいただけましたでしょうか。動画内容気に入っていただけた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。